ミトヨ百貨店は大韓民国のソウル特別市水草区にかつてあった百貨店。1989年12月1日に開店し、当時は韓国で業界1位の売上高を誇る高級百貨店だった。建物は売り場が大部分を占める A 棟とスポーツセンターなどが入居する B 棟、そしてその間に位置するコンコースで構成されていた。 建物の設計上の様々な欠陥が相重なり、1995年6月29日17時57分営業中に突然 A 棟が両端の一部を残して崩壊し、2013年にバングラデシュの脱下金庫ビル崩落事故が発生するまで死者502名、負傷者937名、 行方不明者6名という建物崩落事故としては、最多の被害者を出す世界的にも、例の内大惨事を起こした。この事故で、水戸豊百貨店は、廃業に追い込まれ、現場は残った、ビームネと、コンコースが解体された後も、しばらく空き地のままだったが、現在は高級マンション、アクロビスタが建てられている。当初この建物は、経営母体の三豊建設産業によって、 地上4階、地下4階建てのオフィスビルとする設計で寄港したが、建設途中で三豊側が5階建てのデパートに用途変更することを決定した。三豊は建設者の右債建設に変更を要求したものの、同建設会社が設計変更を行うのは危険だとして拒否した。このため基礎工事が終わった段階で、三豊建設産業が直接建設することになった。売り場に、 防火シャッターを設置するため、ビル中央部の柱の4分の一が撤去された。また、ビル中央部にエスカレーターを設置し吹き抜け構造と、する際に、本来なら柱を補強すべきところを異常重視したために4分の3ほどの太さに削減し、鉄筋の数も削減した。その結果、ビル自体が構造的に強度不足になってしまった。加えて、戦術の通り、 当初計画より1フロア分を最上階に増やしたため、その木座橋の建設に使用されたコンクリートだけで3000トンもの重量増となったばかりか、80トンの給水タンクが屋上に設置されたことで、当初の計画通りの柱ですら、過負荷となるほどの大きな負荷が建物全体にかかるようになっていた。さらに、以下の点が事故の原因として挙げられる。また、 事故の前日に5階の従業員が天井のひび割れに気づいており、事故当日の朝にはひび割れが大きくなっていたため、同従業員はすぐに上司に報告した。しかし、事故当日朝9時に、水戸よ百貨店の経営陣が集まり緊急会議を開いたものの、営業を取りやめる判断はされずに通常通りの営業が開始された。さらに15時には、社長が呼んだ建築士が、 同百貨店に到着して建物の状態を調査したが閉店後に補修すれば問題ないと過小評価した一部に営業を続行する判断に対して反対意見が出されたもののそれを押し切って営業は継続されたしかも経営陣は建物の異常を把握していたにもかかわらずデパート内の客と従業員に避難命令を出さずに建物が崩壊する直前に真っ先に デパートから脱出したこの時点で建物内の全ての滞在者に対して避難行動を促していれば少なくともこれほどの被害者を出すには至らなかったはずで経営陣の判断ミスが被害を大きくしたと考えられているこのように建物の崩壊は人災によって引き起こされた可能性が大きく建築会社だけでなく経営陣の責任も追求され 同百貨店の会長と社長ら幹部3人が業務上過失致死傷容疑で逮捕、起訴された。会長は懲役10年6月の刑を受け、全財産を没収された。さらに当時の随創区長が、三豊百貨店の3度にわたる設計変更と仮使用許可を承認した見返りとして、三豊百貨店側から1300万ウォンの賄賂を受け取ったとして、収賄容疑で、 逮捕されている。なお、当初の調査では原因として、地震、ガス爆発、北朝鮮によるテロなど、様々な説が推定されていた。AB、韓国、デパート崩壊から19年死者502人、沈没事故との共通点とは、ハフポスト、h t t p w w h ハ f f ト n t o n p o s t j p 2 0 1 4 0 6 2 9 3分デパートメントクラッシュ N5542344HTML2017 年7月29日閲覧ビジネス解読あそこに行くのは自殺行為と告評される韓国第二ロッテワールド観光庁の参上勇刊富士 http www.zackzackcojpsociety リンニュース 2015帳21万 215FRN1 兆5021億5101万 3003N1HTM2015 年2月15日閲覧。ナショナルジオグラフィックチャンネル衝撃の瞬間第4シーズン第5話、スーパーマーケット崩壊スパーコラプスより抜粋。韓国ドラマスキャンダルストーリー。BS 富士。2020年4月14日閲覧。すべて朝鮮語のサイト。 ミトヨ百貨店崩壊事故に関するカテゴリー、ありがとうございます。